ちょっ、こんにちは。はい、豊さん。気が早いぞ。気が早い。いや、気が早いのは我々ではなく、うん、原監督でした。巨人のもうなんと3月1日にジャイアンツの公式 YouTube で3月25日の先発投手を発表しますと。開幕の開幕投手な。はい、これ、あれ、こんなことって未だかつてあったっけと思って。みんなどこも早くなってるよね、発表するのが。そうですね、うん、まあ大体想像つくもんな。まあそうでしたね。あの、だってヤクルトは奥川、はい、オリックスは山本、はい、で、まあ、大体分かるし。分かります。日本ハムは、まあ、よっぽどのことがない限り噂はいくよね。はい、で、まあ、楽天が則本、はい、高橋コーナー、はい、まあ、大体分かるよね。あと千賀、そうですね、で大瀬良、でカープも大瀬良、ね、まあ、はい、そうですし、 DeNA はまだ分かる。まあ、阪神も分からないよ。あ、そうですね、阪神もまだ分からない。藤浪が本当にひょっとしたら行くのか。2年連続、まあ、だから矢野監督の最終年だから、はい、藤浪今年はやってくれと、うん、いうような期待を込めて、はい、開幕投手任すか、はい、まあ、それとも別の人間行くか、はい、DeNA はなちょっと困るけど、はい、まあ、なんか今大貫投手が、まあ、そうだね、候補と言われてますけど、まあまあいいかもわかんないね。そうですね、うん、でそんな感じ、本当にいち早く発表したのが原監督で、まあ、菅野投手、まあ、いないだろう。他に取って代わる人がいないよね。だから逆に、え、菅野投手じゃなくてなんかサプライズ発表でもあるのかなって思ってしまったんですけど、菅野投手でした。まあそうだね、はい、これに対して開幕でぶつかる中日の立浪監督も、じゃあうちも言いますということで、菅野投手は言っちゃったの、はい、この投手でしたね。ここはさ、面白いのは、はい、まあ2人ですねと、はい、うんうん、大野か柳か、まあどちらかですねっていうふうに濁らしておけばそうですよ。いや、右か左なんかどっちなんだみたいな、はい、まあ予告先発だからね。あ、まあまあ、分かるけどね、まあ、まあね、まあ、どこもやっぱ発表をするけどね。まあそうですよね。なので、はい、原監督の発表は早かったんですがならばね、原監督の友人でもある豊さん、こっちも早いよということで、いち早く、ああ、じゃあ巨人と中日開幕オーダー予想しちゃおうと。あ、そうだね、はい、もういち早く、はい、はい、ということで予想していきましょう、はい、一回これやったんですよね、キャンプ前だったかなんかに。やったっけ、全球団の開幕。ああ、やったな、やりました、やったんですけど、あの時豊さん柳投手ってね言ってたんですけど、よく覚えてんだお前。覚えてますお前、それ忘れてるかなと思って俺あえて言わなかったね。いやいやいや、やっぱね、うん、立浪ってやっぱギリがたい男でさ、はい、やっぱ年功序列で来るな、やっぱ大野をね、はい、やっぱ立てるというさ、だ PL のそのイズムみたいな。まあまあ確かにね、 でもまあその方が人間関係うまくいくことが多いしさ、はい、まあ大野もね、うん、遜色ないからさ。そうですよね、うん、そうだね、まあ、大野を持ってきたけどね、はいはいはい、というわけで、じゃあその大野投手に向かう巨人のオーダー、はい、行きましょう。1番松原かな。あ、もうここはなんか鉄板ですか。でもね、まあ、2番に坂本なんだけど、はい、ここを大野に限っては坂本1番松原2番という可能性もあるんだよね。え、それはなんでですか。やっぱ最初にね、まあ左の方が被打率が高いから、うん、まあ、松原で行くか。行きますか。ああ松原で行こう。はい、1番松原選手で2番が坂本。坂本選手、はい、で3番丸、はい、で4番岡本、はい、でウィーラー、はい、まあ、ハーパーが入ってたらすごいけどな待ってください。いや、そう、いや、ハーパー入ってきたらこれどこにいるんですか。いやいや、その4番岡本は動かさないよ。 5? いや、3か5でしょ。3か5ですよね。ああ、まあ、そうですよね、外野入るから。だからウィーラー選手か松原選手かなんかがどうなるのかな。ハーバー入ってきたら本当すごいですけど、うん、はい、まあ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 5番、まあ、ウィーラーね、はい、で中田翔、はい、あ、6番ね、はい、で7番に大城。キャッチャーは大城選手で行くんですか、開幕。菅野投手、いや、出遅れてんだよね。あ、そうですね、うん、出遅れた人間を優遇は俺は原監督はしないと思うんだよ。はい、あの大城と全然組んでないわけじゃないからさ、ね、菅野がね、はい、だから大城で行こうかな。7番に大城選手、はい、で8番に吉川選手、はい、うん、で9番菅野選手ということで、はい、もうここはなんかスポットバズルが当てはまるというか、まあ、だからこれからオープン戦が進んでいって、うん、中田翔の状態が本当に良ければ、うん、
まあ、俺はいいと思ってるんだけどね、はい、まあ、5番に上げてもいいと思うし、はい、ウィーラーも調子が良ければね、うん、5番6番でウィーラー中田でもいいし、はい、だから6番って結構ポイント握ってるんだよね、野球の中で、打線の中でね、うん、どこの各チームもね、はい、で4番歩かされて5番がチャンスを広げて6番でどうするかっていう、うん、まあ、中田が一発打ってくれればもう大量点だし、そこでもね、だから6番というのはポイントだと思うから、まあ、調子のいい中田をね、うんうん、まあ、置いといてもいいよね。そうですね、うん、なんかもう巨人はこう固まってるというか、まあ、もう固まってるよ、ね、いくらねキャンプでね頑張ったってそんなね簡単に取られるほど薄い実績じゃないよ、巨人のレギュラーは。そうですね、うん、だからこう見るとじゃあちょっとポッと来た若手がっていうわけではないですからね。全然違う、はいはい、さあ対する菅野投手と対戦するドラゴンズのオーダーいきましょう。1番岡林、お、早速使ってきますか、二刀流マンとして。まあ、これからのオープン戦でどうなるか分かんないけどね、はい、大島が1番というのは理想なんだけどさ、うん、大島を1番で使っちゃうと3番がいなくなっちゃうというさ、あ、ビシエドが得点源のほぼ、そうですね、7割を占めると思うんだよね、はい、そしたらいかにそこにランナーを貯めておくかだよ、うん、だから岡林1番は、じゃあもう岡林選手、大島選手ではなくと、はいはい、で京田2番京田選手、はい、で3番大島、3番、まあ、左が続くけどね、あ、まあまあでも菅野だから、あ、右だし、はい、で3番大島選手で4番がビシエド選手、さあ5番です。5番は福留、福留選手が5番、うん、データ的に菅野に俺強いと思うんだよね、うん、そういう記憶が俺の中にあるんだよ、はい、開幕だし、うん、勝ちたいということを考えると、まあ、福留を5番に使ってくるのかなという。福留はねやっぱ天才だわ衰えないバッティングはすごいですよね。ただ本来なら高橋周平選手が5番でも OK は OK、 まあ、まあ、OK だよね、うん、だからまあ福留は全試合出れるわけじゃないしね、はい、全試合を想定して開幕オーダーを組めば5番高橋周平だよ、はい、それは間違いない。でも開幕でやっぱ初陣になるわけでしょ、立浪監督の、まあ、そこを勝ちたいというふうに思えばさ、まあ、監督人生負けからスタートするのか、これはまあね、相手が菅野というジャイアンツという格好の相手だよね、はい、そこはなんか俺は福留でいきそうな感じがするんだよ、ね、うん、で周平で6番に高橋周平選手、うん、はい、7番に、あ、木下な、はい、木下選手、木下もうちょっと上げてもいいんだけどね、本来ならそうですよね。いやすごいやっぱいいんだよ、うん、ね、本来ならこれね隠れてるんだけど、はい、木下の能力ってめちゃくちゃ高いからね。なんで隠れちゃうの、 なんでかな、だから梅ちゃんが目立ったりだとかさ、そうなんですよ、ね、してるけど、うん、まあ、中村とかね、はい、まあ、確かにその強いチームだから、うん、キャッチャーが目立つっていうのはこれはもう必然的でそうなるのかもわからないけどもね、はい、木下ってやっぱすごいキャッチャーだよ、うん、言えばもっと評価してあげてよっていう感じがするけど、打順であってももうちょっと伊藤さんおっしゃったように打てるもん、前でもいいんですよね。いいんだ、いいんだ、本来な、ただまあミシェード選手だったりね、福留選手、高橋選手がいるからってことですもんね、うん、8番ですで石川だな、あ、石川選手がここに座ってくると、うん、で9番にピッチャーの大野選手、うん、だシーズンがこう進めば、うん、まあ、状態によって石川がちょっと打順が一つ上がったりだとか、うんうん、ベンチに下げられるかもわかんないしね。あと例えばどうなんですか、ルーキーの岡井選手が、まあ、途中から上がってきたりとかシーズン、まあ、途中からっていうかベンチにいるかもわかんない、ね、あ、もう最初からもしかすると、だから、うん、まあ、下手すると次の試合に誰が投げてくるかわかんないけども、うん、はい、メルセデスとかだったら使ってくる可能性があるよね、はい、あ、それ楽しみですね。だから福留とかこう下げてね、はいはい、うん、まあ、そういう楽しみはあるよね。そうですね、もう勝手にね早く豊さん予想をしてもらったんですけど、ね、みんな頑張ってんだよスタート取ろうと思ってね。そうですよね、申し訳ない話でさそうですね、まあ、でも楽しいなこういう話は。いや、そうですよ、もう先陣切って、まあ、まあ、だから新しく入ってくるのは、はい、だから巨人で言えば開幕という意味では、はい、やっぱり中田翔がね、うん、まあ、昨年途中からだから、はい、だから入ってくるし、うん、中日の方は石川を入れてくるのか思い切って、はい、ね、岡林を入れてくるのか、うん、まあ、ここら辺はこう楽しみだよね。でもそうなってくるとマスターとかがここにいないんですよね。え、なんか使ってほしい。いや、なんかね、ヒゲも剃ったしニューマスター、ま
マスターでもお客さんになっちゃってるからな、マスター。ひげ剃ったら。ひげ剃ったら。誰あなたみたいな。まあでもね、マスターももちろんいるので、この中で、例えば岡林選手だったりとか、石川選手がちょっとも調子を落とせばもちろん。あ、もちろんもちろん。そうですよね。いろいろこう変化をもたらすことができるほどの戦力の厚みが中日はできつつあるよね。はい、まあ、例えば高橋周平をサードにも石川がダメだと戻して、はい、サードやらしておいて阿部入れるとか、はい、マスター入れるとか、いろんなアレンジができるようになってきてるんですよね、うん、ちょっと打てばすぐ上行くから。そうですね、いや本当にピッチャー陣はやっぱりね、いいよ中日。そうですよね、いい、そうなんですよ ね、はい、なのでまあね、あのこれは本当にあのもう選抜投手は決まってますけれども、オーダーは本当その日にならないと、その数時間前になるとわからないので、ちょっとねこの楽しみに。いやだからその開幕の日に合わせてこの動画をもう一回見に来てくれない。さあそこでね、豊さんが称賛されるのか叩かれるのか、まあよく見とけみたいなね、おー、みたいなね、ちょっと楽しみですね、325、ね、はい、はい。